フォッサマグナパークフォッサマグナパークは、新潟県に豊川シネ小屋に位置する公園である。この地を通る断層を人工的に露出させて、断層の状態を見学可能にしたもので、断層破砕帯を境として、東日本側の岩石と西日本側の岩石が接している。フォッサマグナパークは1990年の開園後、 断層の状態をより分かりやすくするための工事を経て2018年8月2日にリニューアルオープンした。フォッサマグナパークは、ネチダニとヒメカワダニが出会う近く、ネチガウンに位置する。この公園内には、東日本と西日本を区切る断層が存在する。糸井川静岡構造線を人工的に露出させて、状態を分かりやすくし、見学可能としたものである。 ホッソマグナはラテン語で大きな溝を意味する言葉である。この溝は肉眼で見えるような地形によるものではなく地層や岩石を調査して判明する地質に由来するものである。ホッソマグナは日本列島が形成される際にできた古い岩石による大きな溝で深さが地下6000メートル以上に及ぶことがわかっている。溝の中には 約2000万年前以降に形成された新しい地層が堆積している。糸井川市は、フォッサマグナの庭園に位置する自治体で、糸井川静岡構造船が通っている。糸井川静岡構造船は、日本列島の東と西を分ける境界をなす、大断層であり、地質学上だけではなく言葉や、食習慣なども、糸井川を境として東西に分かれている。 1980年代になって、糸井川市では、フォッサマグナを地域資源として活用する構想が動き始めた。1987年、当時の糸井川市長である木島町右衛門の下で、フォッサマグナと地域開発構想がまとめられた。この構想は、フォッサマグナやヒ水などを糸井川市特有の地域資源として、地域振興はもとより教育に活用することを目指す。 ものであった。この構想によって、まず1990年にフォッサマグナパークが作られた。ついで、竹下昇内閣が掲げた、ふるさと創生事業による、自治省の地域づくり推進事業と新潟県による広域観光づくり事業によって、1994年にフォッサマグナミュージアムが建設された。フォッサマグナパークは、野外学習や憩いの場として、 子供たちは元より多くの人々に親しまれるようになった。しかし、1995年7月11日から12日にかけての梅雨前線の影響による豪雨によって、姫川流域は甚大な被害を受けた。根川も氾濫して、ホッサマグナパークも被害にあったが、その後の工事によって復旧した。 フォッサマグナパークは断層の状態をより分かりやすくするため路頭の改修工事を行い、2017年10月中旬から園内の遊歩道を一時通行止めにした。翌年8月1日に開園式を行い、8月2日に再オープンしている。フォッサマグナパークは糸井川ジオパークを構成する24のジオサイトの一つ、糸井川静岡構造線。 潮の道に含まれている。公園内には、熱チ川の流れと並行するように遊歩道が整備されている。この遊歩道を散策しながら、断層路頭や枕上用岩などが見学できる。リニューアル工事前の断層路頭前校で述べた通り、糸井川静岡構造線を人工的に露出させて見学可能にしたものである。糸井川静岡構造線は、 総延長約2 5 0トルとされるが、直接観察可能な路頭は少なく、しかも、両側の岩石の年代差が、同構造線の路頭中で最大のものである。東日本側の岩石と、西日本側の岩石が、約2メートルの断層破砕帯を挟んで接している。東日本側の岩石は、安山岩主体で、西日本側は変藩霊岩主体である。 この断層破砕体を構成するのは、両側の岩石から生成された細かい破片及び粘土である。顕微鏡での初見によればこれらの破片には両側に薄い粘土層が尻尾状に付着していて、二方向から強い力の作用で引き伸ばされ、岩石が何回も擦れ合って、再編となったことがわかる。断層路頭は、1996年8月27日に、 糸井川市の天然記念物となった。車石海底火山の噴火によって、約1400万年前に形成された。一見すると枕が積み重なったような模様がある溶岩で、上に重なる地層から、海星の2枚以外の化石が見つかっているため、生成当時は海底にあったことがわかる。海底火山の溶岩が水中で流れ出して、海水で冷却された状態を示し、 ピローローブと呼ばれる一本のチューブ状溶岩が何本も重なって枕状溶岩となる。古いピローローブの殻を突き破って中の溶岩が流れ出し新たなピローローブを形成することを繰り返して形成されたものである。UFO 道沿いには車石と呼ばれる枕状溶岩が存在する。直径12メートルに及ぶこの溶岩は日本で最大級とされる。 溶岩の割れ目部分が車輪に似ているためこの名称で呼ばれるが落石の危険性があるため一部分のみの公開である。この車石も断層路頭と同じく糸井川市の天然記念物である。溶岩中には多くの空洞ができていて、その中に白色で丸い形状の目の尾が観察できる。これは溶岩中に含まれていたガスが抜けて空洞になり、その後地下から、 メノウの成分が含まれた熱水が入り込んで固まったものである。さらに詳しく観察すると、メノウ以外に水晶の小片が見つかることもある。これはもともとメノウと水晶がどちらも同じ世英からできていることによるものである。このメノウや水晶ができた時期は枕上陽岩と同じく約1400万年前である。糸井川ジオパーク協議会による定義によれば、 糸井川ジオパークの特色あるエリアとされる。同協議会ではこれらのジオサイトを、翡翠に関係の深いジオサイト、姫川、糸井川静岡構造線とホッサマグナに関係するジオサイト、山間地のジオサイトの3種に分けて紹介している。枕状溶岩としてよく知られているものに、根室車席がある。ただし、根室車席は直径が最大級のものでも6メートル程度である。 ありがとうございます。